皆さんこんこにちは私たちの研究チームは食品成分の持つ生態調節機能を基礎的な観点から研究しております得られた研究成果を通して人の健康や病気の予防につながるような食事を提案し人の健康を豊かにすることを目指して研究をしております学問の分野としましては 食品栄養学や食品機能学といったものが挙げられます研究手法としてマウスのような個体を用いた動物実験そして食品成分のより詳細な作用メカニズムを探索するために培養細胞なども用いていてます私たちの研究の特徴としては腸管に着目して食品の工事機能を考えると。 いう点が挙げられます特に腸管の持つバリア機能や免疫機能というものに注目しておりますまた最近人の健康に重要な役割を持つということが分かってきている腸内細菌にも着目しています具体的な研究テーマはこちらのスライドにあるようなものが挙げられます 腸管のバリア機能といいう言葉はあままり耳にされれないかもしれません腸管の役割として食べ物を消化吸収して栄養素やエネルギーを獲得することはご存知だと思います。一方で腸管の中は体の外に相当し食べ物とともにバクテリアやウイルスが侵入してきたり腸の中に 生息している腸内細菌も毒素などを産生することから腸管は必要なものを獲得しながら私たちにとって不都合なものを監視し侵入させないようにする生態防御機能を備えていますこういった機能を腸管のバリアあるいは免疫機能というふうに呼びます腸管のバリア機能が正常に働いていればこれらの異物は 体内には侵入してきませんが何らかの理由によって腸管のバリアが損傷するとこれら異物によって炎症が引き起こされたり様々な病気につながることが分かってきていますつまり食品成分によって腸管や腸管のバリア機能を保護することができれば広く人の健康につながると考えています 最近の研究成果の一つとしては腸内細菌が食物繊維という食品成分を代謝して産生する物質の一つである酪酸という短い脂肪酸が細胞内シグナルを介して腸管バリアを担う分子であるクローディンの23というものを高めて腸管バリアを支えているということを明らかにしました。 しかしながら食品成分や腸内細菌がどのように腸管のバリアーや免疫機能を調節しているかはまだまだわからないことがたくさんありますので現在も引き続き研究を進めております。何より研究者としてオリジナリティがありレベルの高い研究を目指すことは大切です。 複雑な生命現象を紐解くためにはさまざまな実験手法を学ぶ必要がありその実験技術を磨き確かな手法で結果を出していくことがとても重要と言えるでしょう。また学生が楽しみながら主体的に研究を進めることも大切にしています。私の研究チームでは学生一人一人が固有の研究テーマを持っています。 情熱と愛着を持って研究に取り組み自ら課題を抽出して次に何をするべきかを考えていくことで得られる達成感も一層大きなものとなり真に研究を楽しむことができると考えています食品成分の持つ生体調節機能に興味のある方腸管や腸内細菌に興味のある方は 広島大学生物生産学部で私たちと一緒に研究をしましょう待ってまーす